美術モデル。美術モデルとは、絵画、彫刻、版画、素描など、あらゆる美術作品に資するための人体モデルである。絵のモデルについては、絵画モデルとも言う。日本では、明治時代には、芸用モデル、と言われていたが、戦後外来語が多用される時代に至り、デッサンモデル、クロッキーモデル、美術モデルなどと、用途や使命によって呼ばれ方が変わる。 写真を起こしでは得られない生身の立体モチーフでの練習などでは必要である。美術モデルは立ち座り寝ポーズの基本的ポーズを取るのが普通である。ポーズは通常毎回同じポーズを取る場合と毎回違うポーズを取る場合がある。前者は固定ポーズ、後者はクロッキーと呼ばれることが多い。クロッキーの場合は短時間で モチーフの形状をつかむことを主眼に行われる。そのため、5分以下で順次ポーズを変えることもしばしば行われる。その他に、静止せずにずっと動き続けている、ムービングと呼ばれるものもある。20分間ポーズを取り、10分間、ないし5分間の休憩を挟むのが一般的である。20分ポーズを6回で一単位とし、ポーズと休憩の合計時間は、 2.5時間から3時間というケースが多い。美術モデルとして求められるのはポーズ中動かないこととされている。固定ポーズの場合は休憩を挟んでも同じポーズをすることが当然求められる。クライアントの要求によりポーズを決めるのに数分かかることもある。当然、その場その場での要望に応じたポーズが取れるということは重要とされる。また、 ポーズはモデルに任せられることも多いため、その場の描き手の技量や求めるものに応じ、瞬時にポージングしていくことも必要とされる。動きの大きなポーズほど体力的にきついものとなり、相応の慣れと忍耐を必要とする。そのため、多くの場合、美術モデル圧線事務所等に所属しているプロのモデルを使用するのが通例である。なお、美術モデルとは、 芸術の分野における創作活動に従事するモデルであり、商業関係や芸能関係やファッション関係のモデルとは異なる職業であると理解しておきたい。外国の例について言えば、熱心なキリスト教徒の場合、ヌードを嫌い着衣モデルを起用することもあるが、裸体がアートの基礎であることを理解している寛容なクリスチャはヌードモデルを起用することもある。 ルーブル美術館の入館案内書の記述によれば、美術モデルは、紀元前から、その存在は確認されているとあり、モデルと名のつくものの中では、最古の存在であるとの説もある。日本においては、明治時代の1871年頃より、宮崎菊という女性が、ラフモデルをしたのが最小とされるが、江戸時代の浮世絵や春画にも、ラフ像が見られる。春画の場合、 上半身には着物を着ている場合も多い。現在は、美術モデルの圧旋を専門にしている、モデル事務所に存在する、プロの美術モデルも存在する。プロの美術モデルには、ヌードの仕事のみを専門にするモデル、ヌードモデル、ラフモデル家でなく、衣装を装った仕事のみを専門にするモデル、コスチュームモデル、着衣モデル、ヌードと衣装の両方の仕事をするモデルなど、様々なモデルがいる。 構図や、採寸の基本となる骨格や、筋肉の付き方を習得するのに最適であるし、人体そのものが無限の曲線からなるため、モチーフとしても極めて追求しがいのあるものである。体型や年齢としては、様々な体型、年齢のモデルを描くのが理想であるが、モデルを確保するのは大都市部の美術系大学や、絵画教室以外では、かなり困難である。 中高年のモデル希望者も減っていることから、標準体系か痩せ型の若いモデルが増加している。モデルの需要としては、現在ではモデルを使用するのが絵画系の美大や、絵画教室だけでなく、デザイン系、漫画系、服飾系など様々な学校から個人的なサークルまである。ヌードモデルから、民族衣装、バレエ衣装などの舞踊衣装、職業制服、ドレス、平服、 カジュアルな服装等の様々な衣装を着用する着衣モデルまで業務内容も多様である。プロの美術モデルの場合は、ヌードモデルのみを専門にしているモデルも着衣モデルのみを専門にしているモデルも存在しているが、女性ヌードモデルの需要が圧倒的に多い。着衣のモデルの場合、自前の民族衣装やバレエの衣装を用いることも多い。 美術モデルの需要についてみると、男性は女性よりも圧倒的に少なく、実際の現場でも女性モデルの雇用が多い。ただし、ジェンダーフリーの世の中を反映して、また実際的な要求としても、筋肉や骨格を把握しやすいことや、男女差の認識の必要性等、昔よりも男性モデルを目にする機会は少し増えてきた。学校によっては、 女性モデルしか使用しないが、一方では半数ずつカリキュラムを組む場所もあり、要は講師の考え方次第である。専業としている美術モデルも少なからずいる一方、美術、舞踏、バレエ、現代舞踊、演劇、音楽系の仕事をしていて、あるいは目指しながら、兼業として美術モデルをしている人も多い。報酬はフリーのモデル、美術モデルを圧線している。 事務所等に所属していないモデルで、謝礼程度の報酬や交通費などである。美術モデル事務所等に所属しているプロの美術モデルの場合には、事務所規定の報酬となるわけだが、モデル本人への支払いもさらに高額になる上に、事務所への支払いも必要になる。クロッキー会や絵画教室、美術大学では、モデルに対してプライベートな質問はしないというのが暗黙のルールでもある。 女流美術家として名を挙げた人も含まれる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。